プニプニボディにつぶらな瞳、キラキラほっぺの人気者ほっぺちゃんがいよいよ任天堂 3DS のゲームになって登場。ほっぺちゃん作って遊んでプニプニタウン。ある日ある時、ほっぺちゃんたちが住む世界に一つの新しい町が誕生しました。まだ誰も住んでいないこの町にたくさんのほっぺちゃんを生み出して賑やかな町を作りましょう。ほっぺちゃん作りの第一歩は模様と色選びから。好きな色と模様を選んだらいよいよほっぺちゃんの絞り出しです。絞り袋の口元をタッチペンでスライドさせるとほっぺちゃんが絞り出されて、ほらこの通りほっぺちゃんの形が作れます。でも焦って早く持ち上げちゃったり、ゆっくりしすぎるとあれあれ、なんだかおかしなほっぺちゃんが生まれちゃう。気に入った形ができたら、続いてお目目とほっぺをバランスよくつけていけばキュートなお顔が出来上がり。最後にリボンやお花で可愛くデコってあげればオリジナルほっぺちゃんの誕生です。個性的なほっぺちゃんをたくさん作ってみましょうね。プニプニタウンにいろいろな建物が作れます。建物が増えるといろいろなアイテムを買ったり、バラエティ豊かなアトラクションゲームで遊ぶことができるようになります。自分が生み出したほっぺちゃんたちといろんなゲームで遊びましょう。ほっぺちゃんをどんどん積み上げていく遊びや、スケートボードや大縄跳びに輪っかくぐりなど15種類のゲームが楽しめます。いろんなゲームで良い成績を取るとほっぺちゃんたちからほっぺちゃんの元がもらえます。たくさん集めると新しいほっぺちゃんが作れるようになります。このゲームではほっぺちゃんをデコれるアイテムがなんと1000種類も集められちゃう。素敵なほっぺちゃんを作るためにもたくさんのアクセを集めてね。お友達とローカル通信でお気に入りのほっぺちゃんを交換したり、すれ違い通信で他の人が作ったほっぺちゃんと遊べたり、通信で楽しさがどんどん広がります。可愛いほっぺちゃんをたくさん作って仲良く遊んで、プニプニタウンを素敵な街にしてください。任天堂 3DS ソフトほっぺちゃん作って遊んでプニプニタウン、7月25日発売です。